です、今回リオオリンピックでは自分たちが目標としていた金メダルを獲得し、この私の地元奈良県にこう2人で報告できることをすごく嬉しく思います。まあ、すごい時差がある中で多分たくさんの方が見てくれたのかなと思うので本当に嬉しいです。本当に今日はありがとうございました。じゃあ行くよ。